じゃあすいません、始めさせていただきます。まず本日の内容なんですけれども、まず私のバックグラウンドですね。なぜこんなところで私がこういう話をしているのか。で、原発の原理問題点、電力が推進する本当の理由ですね、原発をね。で、福島事故の推移、あと放射能の影響と思われる奇形動植物も、もう熊本市でも出てますので、ちょっとそれを紹介させていただいて、内部被曝とその影響、あと除染ができない理由ですね。あと瓦礫問題も一応近々の問題なので扱っていますけど、まあこれ自体は非常にちっちゃな問題な、私から言わせるとね。で、我々はこれから何をどうするべきかについてお話しさせて、大体50分で終わらせるつもりですけど、もう少し長くなるかもしれません。まず私の経歴なんですけども、広島生まれなんですね、実はね。で、母の実家が広島で、毎年春夏冬の休みは広島に行ってたんです。だから8月6日の原爆投下のサイレンとかですね、よく聞いてましたし、原爆の、まあ、何も分かりませんでしたけど、ドームでありますけどね、あそこも昔私がちっちゃい頃は自由に入れたんですよね。そこに行って遊んだりしてました。で、宮崎の生まれ育ちです。で、1988年の23歳の、これ話すと本当30分ぐらい話せるんですけど、まあもうちょっと短く、バルブールの絶頂期の時ですね、23歳だったんですけど、東大の工学部の精密機械工学科を卒業して、東京電力の福島第二原子力発電所、今回事故があったのは第一原子力発電所なんですけど、私は第二原子力発電所の方に配属になりました。で、この時のですね、課長が、辞令をくれた課長が小森さんという人で、現在現場のね、東電の現場の事故の時のビデオが公開されてるのを見た方おられるかもしれませんが、あの人は小森さんが出てるんですね。そして29歳の時に本店の原子力技術科の安全グループというところにいました。だから私がやってたのはこの間2年半ぐらいなんですけど、シビアアクシデント対策といってですね、この時の課長武藤栄で、事故当時副社長だった人なんです。だから私から見ると、あの当時のビデオを見てるとですね、私の上司だった人が2人で話してるわけですね。非常にね、なんか不思議な気がするんですね。で、1995年の阪神大震災、オウム真理教の時に30歳で辞めました、会社をね。で、37歳の時に 熊大内学部の第二内科、血液腫瘍内科に入って、ちょっと検査するんで、今熊本市で開業しています。だから白血病も一応やってるんですね、治療もね。まず原子力発電所の原理なんですけど、原子力発電所、まあ、ご存知の方はご存知なんですけど、非常にね、簡単な仕組みなんです。お湯を沸かしてるだけなんですね、原子でね。そしてお湯を沸かして、そのお湯の蒸気の力でタービンというところを回して、それを返してる。で、そのタービンという蒸気を冷やすのに海水を使ってるんです。で、日本の原子力発電所は全部この冷却水に海水を使うんです。だから全て津波に弱いんですね。で、フランスとかは、これはフランスとかアメリカとかね、大きい川があるところは川沿いにあります。でも、どちらにしても水か海水か川か冷却水が大量にできるところしかできないです。で、それで発電するだけなんです。で、ここ見ていただくと分かるんですけど、水と蒸気が接してますよね。だからここは飽和蒸気なんです。多分理系の先生が多いのでお分かりだと思うんです。飽和蒸気っていうと、これはものすごくこの効率が悪いんですね。だから1で発電すると2が排熱として海に逃げていくんです、ね、で LNG のコンバインドサイクルっていうのは1発電すると大体ね70何パーセントぐらいしか熱に出ていかないんです。だから原子力発電所っていうのは海温め機でもあるわけですね。で、核分裂反応というので、蒸気を作ります。で、核分裂反応というのは、中性子が1個ドンと上がるとウランの235が分裂して、核分裂生成物、いわゆる放射能ができて、そのできた時に質量欠損というのを言いますけれども、それで熱エネルギーができるわけです。で、大事なのはですね、核分裂生成物2つに割れるんです、大体ね。そうするとセシウム137って今いっぱい騒がれてますね。片割れがいるはずない。これは90ぐらい、235から137引くと大体90でしょ。だからセシウム137が出たら、ストロンチウムの90前後のやつはね、必ず1対1でいるんですよ。100分の1になるはずはないんです。1000分の1にね、どっかにあるんです、必ず。で、この熱エネルギーを取るのが原発 でゆっくりするのがね、原発なんです。一挙にするのはね、原爆なんです。だから原理も生成物も、まあ、微妙に言うと違いますけど、大体同じなんですね。
だから原発の裏には原爆があるんです。これねフランス24の空国なんですけど、綺麗な原発の裏でこう核爆発してるんですよ。でこれはね大体ね100万キロワットの原発で広島原爆1日3発分燃やしてると言われてます。その死の灰がだから1年間で1000発分になるわけです、大体ね。で廃棄物処理で、廃棄物をどうするか、そろそろね問題になってきましたけど、これはねどういうことかっていうと、廃棄物を作りますね。ウランの固化体っていうのを作るんですけど、こうしてみるとね大体1000年後、最初の1000年の管理が大事ですよって平気で言うんですよ。でねこれ数万年後でしょ。で大これがねウラン鉱石の値なんで、ここ見てください、この端っこね、1億年ですよ。こういう平気なグラフをね、こういうグラフ平気で出してるんですよ。これは私が作ったわけじゃない、核燃料サイクル機構が作ってるわけですよね。で30年から50年後っていうのはこの辺だったらね即死するんですよ、人がね作ってからね。そのぐらいのものをね、で埋めるとこないでしょ、大隅半島に持ってくるとか言ってますけど、ね、ないですよこれ埋めるとこはね。これはね福島じゃないですよ、福島だけじゃなくてどこの原発もそうなんですね、先送りです。あと核発電所、原子力発電所の発電単価なんですけど、一つね大きく経済界が嘘ついてる中に、原発は安いっていうのがあるでしょ。これね嘘なんです。なぜ嘘かっていうとね、役所がね LNG と火力と核をね計算してるんですよ。で LNG が6円ぐらいね、で火力が11円で、核がね原発がね大体5円ぐらいですよって言ってるんですけど、そんなことはない。電力の試算でね設置許可申請書っていうのがあるんですけど、この設置許可申請書っていうのはどこに何を作ってね、どういう安全基準で作ったっていうのを公開しないといけないのって。でそのうちの一つの項目に、大体発電原価はいくらぐらいですかっていうことを公開しなさいっていうのがあるんですよ。でそれにね公開されてる資料ですよ。福島第で 2F っていうのは第2のことです。 KK っていうのは柏崎のことね。1から2号機はいくらですか。これ大体10円なんです、理想的な価格でね。そして 2F の34号機になると、この辺でオイルショックあったんでしょう、14、5円になるんです単価がね。これは理想的な単価ですよ。そして柏崎の1号になってはね、もう14、5円ほら20円近いでしょ。これ柏崎のね5号っていうのは BWR の改良型にする前の最後の号機で、ちょっと離れたところに20円ぐらいかかっちゃったんですよ。これ20円じゃね、あんまりにも高いから、これはいかんということでね、5、6で安全装置をものすごくケチって、どうにか10円ぐらいに持ってきた。そして東通りはいくらかって言ったらね、これ30円ぐらいなんですよ。私見ただけだったらね、証拠出せって言われてもないですよ。で LNG はね、だいたい新発でも6円なんですよ、原発の単価ね。で東京湾にいっぱい石油火力の火力発電所ありますけど、私が辞めた1995年当時は 2,3 円で発電してました。でもね福島第一の1号機は14、5円なんです、当時でもね。なぜかって言ったら、ものすごくトラブルが多いんですよ。トラブル続きでね、 1F の1号機、私はそう言いますけど、1号機はもうね稼働率が 50% 切ってんですよ、ね、全体の稼働率が。だからものすごく高いお荷物なんです、東電にとってもね。これ出てこないでしょ全然ね、安い安いばかり。じゃあなんで高いのにやってるんですか。本当は高いんですよ、高いからこそね経済界が儲かるわけね。この高いのはどこに払ってるかって、結局は納入業者でしょ、メンテナンス業者でしょ、儲かるわけですよ。で原発、じゃあ電力は損しないのかって言ったら、それは損しないんですよね。総括原価方式っていうのがあって、一般会社っていうのは収入から必要経費を引くと利益になるんですよね。だからどんな委員さんも患者をできるだけ増やそうとしてね、あと必要経費でお前ちょっと事務員辞めさせるとかね、そういうようなことして利益を自分の懐を増やそうとするわけですよ。で収入を増加させるのが本筋ですよね。患者さんをできるだけ評判良くしてね、口コミで増やそうって、それは本当だと。じゃあ電力会社はねどうなるかって言うのね、ここの必要経費ね、必要経費に 3% かけると利益として取っていいんですよ。だから火力発電所がね、仮に10円で発電すると10円の 3% しか利益にならない、うん、でも原子力発電所が20円で、必要経費であればですよ、不必要に払ってはいけないけど、必要経費であれば 3% 取っていい。だから20円でもう発電した方が儲かるわけですよ。で火力発電所の燃料もね、高く買えば買うほど儲かるでしょ。だから中間業者、 LNG の商社の中間業者を自分の息のかかったのを置いて、火力諸外国って8倍で買ってるでしょ、儲かるからなんですよ。普
通の会社じゃないんです、電力会社はね。で、総括原価は 3% のポイントカード、ね、だから自分のへそくりで、自分の金で食べるときは焼き魚定食食べますね、みんなね。 3% もらってもしょうがない。だけど他の、ね、例えば義理の父母が払ってくれって言ったら1万円のフルコース頼むでしょそういうことをやってるんですよ、電力会社平気でね。そうするとほら、ここのね、食器メーカーも儲かるでしょ、牛肉屋さんも儲かるでしょ、コーヒー屋さんも儲かるし、下手したらシャンパン屋も買ってくれるかもしれない。儲かるわけですよ、ものすごく。こんな焼き魚定食のなんかどうでもよくなってね。だからできるだけ高いものを買おうとするのが電力会社なんだから、そこに全部ね神経がいくんですよ。ただしあんまり高くするとねバレるのでね、そこそこにしてますよ、もちろんね。で、福島第一原発の敷地なんですけどね、こうして、ね、これはね本当は綺麗なんです。こう海岸べりにね 1,2,3,4,5,6 なんて、これ6号機建設中なんですけど、ものすごく広いんですこれね。で、地震では設備破壊は起きてないとこの枝野さんが言ってるんですけどね。だけど民間事故調査委員会っていうのがあって、その中の証言ではね、福島第一原発作業員の証言で生蒸気だ、主蒸気系が壊れてるっていう話があった。で、主蒸気系っていうのはどこかって言ったらこの辺りなんです、釜のとこからね、主蒸気ですから。そうすると津波関係ないでしょ、津波が行くはずないんです、この中にはね。そうすると津波で壊れたとは思えません。じゃあどのくらい、ね、地盤沈下があったっていう話は皆さん津波の時にね、海が引かないってことでよく聞いてると思うんですけど、ここの福島第一原発はね、なんと東に 2.5 メートルずれてね、50センチの地盤沈下してるんですよ。地盤沈下してね、ものすごく広い建物が地盤沈下して一様に崩れる、落ちるはずないでしょ。でもね、通産省、これしかも地盤沈下あったことをご存知だった方おられますかね、全然報道されてないんです。でも通産省はこれが出てるからね、これは大丈夫、一様に地盤沈下したって言ってるんですよ、報告書でね。だから設備破壊はない。で、女川に至ってはね、1メートル以上地盤沈下してる。で、東にね10メートル近くだったかな、6メートルだったかな、あの辺は女川のところはもうナビが使えないらしいんですね、道路がずれちゃって、そのぐらいずれてる。で、これ全然マスコミに出てきてないんですよ。50センチ沈下して2メートルずれたらね、それはもうむちゃくちゃですよ、中はね、当然。じゃあ1号機の事故はどういうことが起きたかというと、さっき原発を湯沸かし器というお話をしましたけど、湯沸かし器って言って家庭用で、家庭で湯沸かしをするとこは台所なので、大体ね、台所で大体分かるんですよ。もちろん全然全く一緒というわけじゃない。で、原子力の火っていうのはどういうものかって言ったら、ここでこう火力、オンオフのスイッチがあって、ここにスライドスイッチありますけど、原子力はね、このスライドスイッチしかないんですよ。ここのね、オンオフのスイッチは持ってないです、人間はね。それはアメリカでも中国でもロシアでもそうなんです。だからお湯を沸かしてる状態でこのスライドスイッチしか使えなくなったらどうなるかなっていうことをちょっと考えてみるとね、大体想像できるようになる。で、あと重要な用語でね、弁とがうまくいくのどうのこうのっていう話が出てきて、なんかよく分かったような分からないの説明をしてるんです、 NHK がね。これ圧力鍋ですけど、圧力鍋でこうシュッて抜きますよね、蒸気をね。これはこの操作のことをベントって言うんです、ね、だから圧抜きのことなんです。そう考えるとね、全部わかります、ね、ちょっと説明します。まず通常の運転状態では炉心の中に水がたっぷり入って、こうして、まあ、スパゲティ茹でてるときこういう状況ですけど、これはどうかっていったら、ガスコンロのところにいても全然怖くないですよね。で、注水機能消失が起きると、だから火をつけてて水を足していればずっとあの状態なんですけど、注水が水を足せなくなるとどうなるか、だんだんひたひたになってきますね、料理するとね。で、この状態で怖いかっていったら、これは料理で使うぐらいなので、燃料が水の中にかぶってる限り怖くはないんです。で、絶対にかぶらせていかないといけないんです、ね、ところが水が喪失して、それでもこの状態でね、火が止められないんだから、弱火でもどん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 抜けていくでしょ、蒸気はね。そうすると炉心溶湯になるわけです、当然ですよね、これ水出せなかったらね。で、これはね、なんとね、事故30分後ぐらいにはね、水が出せなくなって30分後にはもう溶湯するっていう結果が出てるんです、シミュレーションでね。で、ここで止めればね、まだ台所助かるんですけど、火は止められないんです。そしてどうなるかって、そこにこびりつくんですね、これメルトダウンって言ってます。で、約1時間後にはメルトダウン、鍋底に焦げついた状態なの。で、ここで止まればまだね、台所は大丈夫なんです、鍋さえ捨てればいいんですけどね、そこでも止まらない。で、
メルトするという言葉がありますけど、沸騰水型原子力発電所は下からね制御棒が入るんです。加圧水型は上からなんですけど、下から制御棒が入るということは当然穴が開いてないと入らないですよね。だからザルなんですこれね、ザル。だからここに熱い燃料がしたらここで溶接とかいっぱいしてあるんで必ず抜けるんです下にね。だからメルトダウンを沸騰水型原子力発電所でしたということは必ずメルトスルーしてるんです。で、スリーマイル発電所っていうのが1970何年にありましたけど、あれは加圧水型なのでそこが鍋の断面底なんですよ。で、あれは起きてないんです、メルトスルーがね。だから全然違うんですこれは。で、メルトスルーっていうのはどういう状況かっていったらこう外にねもう漏れてしまっている状態で、漏れるとね、格納容器の中の圧力ね、ここでもうゴタゴタになって蒸気が出てるんで、じゃあベントしましょうかっていうことでするのがベントなんですね。だからベント波ができるのどうのこうのっていうのは、もしこれができなかったらこの鍋自体が爆発してしまうでしょ。で、鍋が爆発したらもう終わりですよね。それ終わりぐらい、終わりになるぐらいならもう抜きましょう、蒸気を抜いてここのこれだけは守りましょうっていうのはベントなんです。でもここは放射能がね、あ、もうふんだんに含まれてますから、もう環境中に全部放出されてるわけです。そういうことが起きた。だからメルトダウン、メルトスルー、メルトアウトっていう言葉が出てきて、何が何だかよくわからないんですけど、さっき言いましたようにメルトダウンっていうのは鍋底に焦げ付いた状態だなと。で、メルトスルーっていうのはどういう状態かって言ったら、鍋底にそこに穴が開いてね、コンロの周りがやられてなんじゃない。で、コンロも終わってもう台所から建物全体に行ったのがメルトアウトなんですね。でも私ここまで来てると思うし、実際ここに来たっていう匿名のね情報もありましたもんね。だからもうメルトアウトしてね、もう地下水まで行ってるんだこれ。で、1号機と3号機の爆発なんですけど、これ1号機はね水素爆発、3号機も水素爆発って言ってますけど、これ全然違いますよね、形がね。横に行ってこれ上でしょ。そして1号機の場合ここにね赤いフワッと入ってこう横に逃げるんです。で、3号機はここにねオレンジ色の光が見えますね、ここね、1号機ここして。で、3号機はねここにオレンジ色の光が見えますから見てくださいね。ね、ここねオレンジ色の光が見えましたね。だからピカッと光って、で、1号機はここにこう赤いねのが抜けてますよ。ピカッと光ってドーンと上がってるんです。で、ピカッとして上がるドーンっていうのはピカドンですよね、原爆なんですね。水素爆発はね基本的にこういう形にならないとおかしいんですよね。横に逃げてね、上に上がるはずがない。で、上に上がってこれね、ものすごく遠くから離れてるからわからないんですけど、この鉄塔の高さが100メートルなんです、約ね。ここね、ここ青いの、これ私が作ったわけじゃないんですけどね、ここにオレンジ色の光が出てキノコ雲がもくもくと上がるわけです。これね、でこうずーっと上がっていくんですよ。じゃあこれどのくらいかって言ったらね、ここ100メートルで大体換算すると、ね、660メーターぐらい、だからスカイツリーの高さなんですよね。そしてこれがね核爆発の実験の核実験の雲なんですけどね、これとこれをちょっと比較してあります。同じでしょうかね。戻していきますよね、同じですよね。私これ核爆発だと思ってるんですよね。で、これはね、核爆発の場合は中性子が出てこないといけないんですけど、で、中性子出てないって言ってるんです、新聞ではね。だけど私いろいろこう前の人のつながりから聞くと、中性子が、これは伝聞なのでね証拠はないんですけど、中性子が出てきて6号国道まで逃げたっていう話なんですよね。で、実際に出てないっていうことは中性子を測る機械持ってるってことでしょ、逆にね。そういうことなんです。ただこれ全部ね情報隠してるので決定的な情報はないんですよ、ね、これ634メートル、まあ、だいぶ600メーターぐらい噴煙が出てますよ。で、さっきオレンジ色の光が出てましたけど、じゃあそこはどこかっていうことになると、ここなんでね、ここだけ開いてるんです、見てくださいこれね。
で、この周りを見るとヘニャヘニャでしょ、鉄骨がね。普通鉄骨がねヘニャヘニャにならないんです。ここは1号機はちょっと出してないですけど、時間1号機はね、だいたいこういう感じで全体のね片手物が残ってる。ここだけね、もう多分数千度数万度の温度になったんじゃないかと。そしてそれはどこかって言ったらここなんです。ここはね、何があるかっていうと使用済み燃料プールっていうのがある。でこれ福島の3号機のね燃料プールが実はちょうど公開したって、事故前にね、 MOX 燃料っていうプルトニウムを使うっていうことで、でこう綺麗なんです。こういうふうにね、綺麗に整然と並んでますでしょ。それがね、事故後どうなってるかって、これ4号機似てますでしょ。だから4号機はね大丈夫なんですよ。3号機見てください、瓦礫の山なんですよね。でもその底にはちょっと残ってるらしいんですけど、で大体ね、あの爆発の量からすると、私のいい加減な換算で、まあ、1グラムも反応してないんじゃないかなと、ウランのね。だからあの程度で済んでると。じゃあこうどれだけの放出放射能量があったかっていうことで、77万テラペクレルってこう NHK の人が言ったんですよね。でチェルノブイリは1機で1億8000万キュリーで約20分の1ですよっていう説明がまことしやかに流れてるんですけど、チェルノブイリっていうのは実は1983年稼働でね、86年に爆発してるんですよ。だから最新鋭のプラントだったよね。で出力はどれだけかって言ったら100万キロワットなんですよ。で福島4機爆発してるでしょ。そうするとね、出力を足すと280万キロワットなんですよ。だから炉内にある燃料はね3倍も多いんですよ、福島の方がね。で運転開始は1977年だから、もう40年近く運転してるロートプラントなんです。で77万テラベクレルっていうと、なんかいかにも計算したみたいですけど、これキュウリーっていう昔の単位の、その1000万キュウリーなんですね。ぴったりになるはずがないでしょ。これだから作られた数字なんですよ、明らかにね。でウランの使用量はね、大体どのくらいかっていうと、これはもうものすごくおかしいんですけど、ウランはね大体20トンでいいって言って、石炭は200万トンかかるから非常に有益なエネルギーだって言ってるんですけど、ウランの残土はね240万トン出るんです、これだけ作るのね。ただ石炭と変わらないんですよ、掘り出す量はね。どこがエコなんですか。でまあ21トンとしてね、そうするとこれが100万キロワットなんで、大体5年分のやつって約100トンあるんですよ、使用済み燃料分と合わせるとね、炉内の中合わせると。で要素セシウムの放出量がそれぞれ出てるんですけど、キセノン133とか、要素130、セシウム137とかね、プルトニウム139とか、こう1万、例えばセシウム137は1万5000テラベクレル出てますよ。このテラベクレルって言われたら、ね、もうテラって言ったらもうパソコンのお宅のね1テラバイトっていうハードディスクぐらいならピンとくるんですけど、鈴木さんのような女性ならわからないわけですね。全然ね、テラって言われる。だけど女性でも分かる単位があるんですよ、重量ね。重さにしたら誰だって分かるでしょ。で1億5000万テラベクレルって言ったらどのくらいかって言ったら、たった5キロなんですよ、ね、要素131で要素のね放出量があったって言いますけど、これもね、ちょっと切れたですかね、重さにすると 40g になるんですよね。ちょっと有線のマイクを、あそこ、うん、あ、いいですか、ね、あ、すいません、ね、要素131にすると 40g なんですよ。規制のが 1.5 キロ。これ全部足したってね、10キロぐらいにしかならないんですよ。でも出てるのはね、50トンとか100トンのレベルが出てるのにね、5キロで済むはずがないでしょ。少なくとも10倍100倍あると思うんですよ。そういうことでね、平気で議論してるんです今ね。だからグラムに直してくれと、で NHK がちょっとこれやってくれればね、簡単な計算なんですから、私ができるような。5キロっておかしいでしょ。これペットボトル1本分ぐらいですよ、大体ね。それで済むはずがないんです、600メートル噴煙が上がってね。でそのあのようにね、非常に過小評価したのでもね、広島原爆の168倍出てるって言ってるんですよ。だからこれを10倍すると1600倍でしょ、1700倍でしょ。福島がね、広島が復興したからって言っても復興できるはずがないんです、これね、私に寄せる。でこれ小森さん、さっきちょっと名前出しましたけど、2011年の3月18日にちょうどね、この前後にね、ドライウェルベントっていうものすごい放射能の濃いやつをね出してるんです、この人の指令でね。でこれ福島なんですよ。福島で会見した時にこの常務がね、Radiation leak is serious enough to kill people、 だから致死量の放射能が出たってね、もう認めたんですよ。泣いてるでしょこれね。でこう共同通信なんです、日本の、だってこれ日本の記者でもね、この話とねこの写真はね、海外では
流れてますけど、日本で流れてないです。この写真見た方おられます？え、おられないでしょ。もうこれ一枚がものすごく雄弁に物語ってますよね。でこれ福島の今後はどうなりますかっていう質問されて泣き崩れたんですよ。でこの人が支えてるね。で収束したってこの人は言ってるんですけど、去年の12月にね、収束できるはずないんですよこれね。見通しはどうか、原子の火は止めることができないんだ。もう燃えついたまんまなんです。もし30年で収束できるならね、チェルノブイリもう目鼻ついてないとおかしいですよ。何もできてないでしょ。石棺作り直すって言ってるだけですよ。で30年で廃炉って言ってるんですけど、原子力村が30年後って言ったらですね、これはできないっていうのとイコールなんですね。30年後っていうのは25、30ぐらいで一人前になった技術者がちょうど定年を迎える頃なんです。そうするとね、責任取らなくていいんだ、あれもね。で、高速増殖炉もこれも30年後にはね実用化できるはずだったんですよ。で30年経ったらどうかって、次50年後ですよ今ね言ってるの。できないってことで、今後もね再臨化を何度も起こすでしょ。だから要素は一本も出てますね、東京のやつを見るとね。でそのたんびにね、あの要素によるアイソトープ治療だっていう声明が出るんですよ。で収束方法はね、じゃあお前どっかしろよって言ったらね、誰も知らないんですよ。アメリカもね、ロシアだってあの状態なんだからね。だから誰も何も言ってこない。で人類史上最大最悪なの。でね、よくね、福島の人は大変だな、ね、東京の人はちょっと離れるし、もう九州なんかは人ごとなんですけど、地球上にいる限りね、この災害から逃れることはできない。我々全員被爆してますからね、この辺。じゃあどういうふうになってるか、汚染の状況なんです。ここ日本ですよ、ここ福島ね、これ九州ここですからね、これアメリカ大陸、こうして出ていってね、九州はここなんだからね、もう離れてないんですよこれ、放射能から。でこう流れて、ちょうどね3号機爆発した時は全部ね西風だったんですよ。まあ神風と思うんですけど、で全部ねこっちに行ってるんです、西海岸にね。で西海岸にこの時雨が降ってたらしくて、かなり沈着してるんですよこれ。でこう西海岸がどうかっていう話の時にね、九州がどうかっていうのはね考えるまでもないんですよねこれね。これでチェルノブイリはこれは怖いっていうことは分かったので1週間で止めましたけど、大体ね。福島はもう1年以上出してますからね。見てください、ここね、むしろ九州よりここの方がひどいでしょ。アラスカね、カナダの西海岸も結構がんが増えてるんじゃないかって、嘘か本当か分からんけど、そういう話が出てますよね。でこれ沈着させるとどうなる、見てください。これもちろんここはものすごく汚染されたのは事実ですよ。もう東京なんか、福島と東京なんかもう距離合ってないようなもんですよねこれね。西海岸見てください、これね、アラスカシベリアね。でここも降ってるんですよ。でここの独裁者亡くなられたですよね笑われてますけど、私これ関係してると思うんですよ。あの酒飲みで不規則な生活をして治療がうまくいってない糖尿病の方はね、熊本でも何人か亡くなられてますもんね、原因不明でね。じゃあ海洋汚染どうかって、3月、これ2012年の3月2日なんですけど、もうこれハワイですね。であるやつにはもう大体西海岸に漂流物が出てますからね、もう全部行ってると思うんですこれ。で放射能の効果推移、こうグラフがあるんですけど、で事故が起きた頃にね、中村なんとかっていうのが1万分の1でしたよと、最盛期のね、平気で言ったんですよ。でそれをね、役所が全員それだけ記憶して1万分の1だから問題ないって言ってるんですけど、見てこれ最盛期ここね、でこうやって下がってる。最盛期の1万分の1っていうのは事故が起きる前なんですよ。で事故で起きてね、これは文部省が公開してるんですけど、九州はどのくらいかってこのグラフ降ってるんですよ。熊本でもね、大体最盛期とかあんまり変わらない。でここは茨城ね、茨城見てください、これ降ってないんですよ今までね。で福島はね、この辺なら300万テラベクレルで、これ対数グラフですからね、10倍になってきますから、この辺で。宮城に関してはね、これ発表してないんです。宮城県計測が壊れたっていう話で1年間壊したままだったんですよね測りたくない、そうそう、測りたくない、出せないんですよ、はい。でこの間出してきたらね、なんとね、最低基準がここだったんですよ。20万、このぐらいでようやく降ったっていうことにして、ここ以下はね検出限界以下っていうことで、ね、1年経って出してますよ週ごきにね、宮城県。
で、汚染地図をね、ちょっと私の新聞記事の裏にこう汚染地図やってるんですけど、もうね、これめちゃくちゃなんですよ。これ東日本全般入ってるんです。そしてこれだけじゃよくわからないで、空間線量と汚染濃度の相関っていうのがね、いろいろあってあるんですけど、一番わかりやすいのはこれなんですね。原発構内で400キロベクレル、これは40ベクレルパー平方センチメートルなんですけど、それをね、さっきのこのグラフにすると 1.3 マイクロシーベルトぐらいになるんです、大体ね。で、 1.3 マイクロシーベルトのところはどこかっていうところを見るとね、この格好しないといけないところはね、大体これでいうとオレンジ色の塗ってあるところはこの格好しないといけないんです。どこ入るかって言ったら、ね、中通りの郡山ぐらいまで入ってるんです。だからもし原発構内であればこういう格好してないといけないんです。だからここで牛を育てるって言ったら、牛用のこういうのを作ってね、牛が被爆しないようにしないといけないんですよ。そのぐらい汚染されてる。そして40キロベクレル、これ4ベクレルパー平方センチメートル以上なんですけど、こういうのは飼育域って言って、手袋をちゃんとしてね、まあ、マスクまではいらないけど外に持ち出さないようにというふうに決まってる。でこれは大体解散するとね、 0.13 マイクロシーベルト。これね、ディズニーランドが入ってきますよね。だからディズニーランドに子供を連れて行く場合、こういう格好をしてね、そこで着替えさせないといけないんです、本当はね。そのぐらい汚染されてる、まあ、あくまで見やすいですけどね。で、環境放射能のまとめっていうことは、 0.3 マイクロシーベルトは本当ね、だからここで測って OK って言ってるわけですよ。でもこの外にはね、放射能がいっぱいあるわけだから話にならないわけで、じゃ福島でどういうのが起きたかって、2011年の5月の福島県の浪江町で耳なしウサギっていうのが生まれてきてるんですね。でこれはね、だいたいウサギの受精っていうのが妊娠期間が30何日ぐらいなんですね。で逆算するとね、3月の下旬ぐらいに受精して生まれたんじゃないかと。で3匹、あと3匹兄弟がいるんですけど、あとは耳があるんですよね。でこれ滋賀県ね、バラの中にバラがあったら、こうもうお化けよりね、高知県でほらこう見てください、ツートンカラーのね、梨ができてこれもツートンカラーですけど、これはね、なんと天草なんですね。熊本県です。で神奈川県ね、キメラと呼ばれてるんですよね。でこれ私この間メマツヨイグサっていうのをこう歩いてた、こういうね、まあ帯みたいな奇形植物、熊本です、これ私撮影したんでね、こういうのが出てる。これはもちろんね、柏とかでは出てますよ、もちろんね。だけど私こう熊本でこういう大芸植物って言いますけど、こういう本当はね、一本のね、本物はこんな風にちょっとしたやつはね、こんな奇形になるんですよね。もちろん放射能かって言ったら説明はできないんですよ。で虫や鳥や木が消え始めたら、次は人間が消えていく番だっていう、こう生物学の常識があってね、今年はね、小鳥がいないっていうことをね、もう熊日でも出てるんですね。大体ね、よく鳥を見られてた方はね、好みとかが減ってないっていうことをお気づきだと思うんですよね。で熊本市内でこうやってこうね、スズメがこう炉端で死んでたりするんですよね。でカラスがね、炉端で死んでるのもね、時々もう沖縄でも見てるっていう人がいますので。で日本野鳥の会が黙ってるんですよ、これね、鳥が少なくなってるのにね。なんでかって言ったらね、これ日本野鳥の会のホームページ見てみると、綺麗なホームページがあって、スポンサー企業見てください、電力会社がずらりってなるんです。全部の電力会社はね、金払ってる、まあ、黙りますよ、もちろんね、スポンサーのことを考えてね。で放射能と放射線、これがね、非常にね、わざと混同させてて、医師の間もね、よく分かってないんですけど、放射能っていうのはここ放射性物質のことを指すんですね。だから放射線っていうのはそんなには怖くないんです、これレントゲンと一緒でね。でも放射能っていうのは怖いんですよ。だからアエラがね、3月の15日にこういう特集を出したんです。放射能が来るって言ってマスクしてね、ちょうど発売日に放射能が来たわけなんですけど、この発売したらものすごく叩かれてね、アエラがね、不安を煽るって言って、実際来てるんですよ、こうやってね。で放射能が来た場合はこういうマスクがいるんです、吸い込まないように。でも放射線が来る場合はマスクはいらないんですよ。そこは大きく違うんです。でここは医療用放射線でね、レントゲンがこうやってピンって出るんですけど、これは放射線しか出ないから、レントゲンを取るときにマスクするバカはいないんですよね。もうそれしたらストレスして、放射能恐怖症になってる人なんですよ。でも鉛をしますよね、鉛の服したりすることはある。だから放射能と放射線っていうのはね、放射性物質は飛んでこない、だからそこは大きく違うんです。でよくわからない、騙された医者か騙している医者かよくわかりませんけど、放射能を正しく怖がるっていうこと、これはね、放射能じゃなく放射線って言い換えてるんですけど、
0.3 マイクロシーベルトホットスポットですってお母さんが怖い怖いって言うとね、ちょっと下り側の放射線科医がねこう計算するんだよ。ここにいても 2.6 ミリシーベルト1年間にしか浴びないんだよと。これは頭部 CT1 回分に当たる。俺は頭部 CT をね何度も何度も撮ってるけど癌になったやつはいないと、お前はバカだっちゅうようなことを平気で言うんです。あとはね、整形外科の先生とか循環器の先生がね、俺はもう投資でバンバン浴びてると、20ミリシーベルト、まあ、浴びてる人あんまりいないと思うんですけど浴びてるんだからこのぐらいで問題が起きるはずないと、俺を見てみろっていうようなことを言うんですよね。本当か。で、内部被曝と外部被曝っていうのは、外部被曝っていうのは外にあるんですね。外にある場合は人工も自然も別に区別しなくて、アルファ線はアルファ線、ベータ線はベータ線。でも内部に入ると様相がガラリと変わるんですね、これね。で、この山下俊一っていう、私と名前が一緒なんですけど、こういう誤用学者がね、シーベルトの数値が同じであれば外部であっても内部であっても人体の影響同じって、こういうことを言うんです。で、これを認めた途端にね、全部安全になりますからね。で、この後お母さんが説明を受けて家庭で大丈夫言ってるよっていうことで説明する。医者もこの片棒を担いでるってね。で、放射能が蓄積する臓器ね、微量でも危険ですってあちこちに危険、あの蓄積するんですけど、どこで何するかはね誰も知らないんですよ。もう勉強してないよね。で、例えば放射性ヨウ素ね、チェルノブイリの首飾りって言いますけど、まあヨウ素はご存知のように甲状腺ホルモンに使われるので甲状腺にたまるんですけど、これ見ていただくと分かるんですけどね、1986年ここなのね、増えてきたのはね 4,5 年後なんですよね。だから今は大丈夫だろう大丈夫だろうって、起きるはずがないないって山下はじめ誤用学者が言ってるんですけど、もう起きてますもんね。3割ぐらいの方が出てるっていうの、福島はね。だから福島の方がね、チェルノブイリはるかに進展が早いんですよ。で、ストロンチウムはどうかって言ったら、ストロンチウムというのはカルシウムの上に下にあるんですね。だからカルシウムと同じような分布をする、骨にたまるんですね。で、骨に一旦入るとなかなか取れないと言われてます。で、ベータ崩壊するので白血病の原因になるという。で、半減期30年ね。で、これもね、もうで、食べてどのくらいで来るかって言ったら、骨メタを調べるときとかの注射を考えると分かるんですけど、注射して3時間後ぐらいにはもう回ってるんですよ、全身の骨にね。だ、食べてね1日2日で私も全身の骨に回ると思うんですよ。で、そういう感じで回ると骨折しやすくなると思うんですよ、私の勘ですけど、勘って言ったらあれだけど別に学問的な。で、東京とかね、まあ、熊本はあんまり聞かないんですけど、北海道とかでは整形外科の先生がおられたらあれなんですけど、骨折が増えてる。小中学生のね、小中学生ってめったに骨折しないんですよ、しなるからね、ポキッポキッと折れてるんですよ、簡単にね。で、放射性セシウムね、セシウムっていうのはカリウムの下にあるんですね。だからこれは筋肉の中に入ったりする。で、筋肉の中に入って心臓に入ったりすると、これは突然死とかにつながるんじゃないか。で、セシウムっていうとね、なかなか使いので、あのイメージが湧かないので、ちょっと水の反応を見てみ、ちょっと紹介してみます。これナトリウムね、ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウムの順でアルカリ金属なんです。で、ナトリウムは水と反応して水素を出して水酸化ナトリウムになります。これはあの中学校の理科の知識ですよね。で、カリウムね、で、火がポポッと出る。ナトリウムよりはるかに反応が高いですよね。で、次ルビジウムね。そうですね。じゃあ次セシウム一瞬で終わるんで見ておいてください。だからね、塩なんかよりはるかに反応性が高いんです、これはね。セシウムっていうのは除染できるはずがない、塩分だってできない。で、内部被曝は何が怖いかって言ったら、がん白血病ばっかり言ってるんですけど、細胞全体の壊死ね、一部分の壊死とかになる。で、血管の壊死にすると突然死な、突然死増えてますからね、実はね。で、限られた範囲の、ね、脳細胞の人は、ね、知能低下などの可能性がある。だから東京におられるコンサルティング会社に勤められてる人が100人いて、自分だけだって言ってましたけど、もう頭が回らなくなって仕事ができないということで九州に引っ越された方がいるんですよね。で、十分な評価されてないんです。なぜか、ね、
循環器学会でもね、東大日本震災後に心不全が優位に増加したって書いてある。で、過去の大震災の疫学調査で報告例がないと。で、これストレスになってるんですよ。で、若年の突然死ね、中学生がこう死んじゃってるんでね、バレーボール中に。22歳の女性保育士が千葉の流山で死んじゃってる。で、福島の子供たちはね、こういうお守りを持たされてるんですね、国から。これガラスバッジですよ。で、しかもね、近畿大学のがんセンターがね、寄贈してるんだから。何のために寄贈するんでしょうね。恐ろしいです。で、福島の子供たちは、私は何歳まで生きられますかっていうね、手紙をね、書いてるんですよ。いくら大人がね、安全安全って嘘がついてもね、子供なら、子供はあの、ほら、裸の王様ってありましたでしょ。大人がみんな裸だと思っても恥ずかしくて言えないの、子供が裸だって言ったらね、だから子供の目はね、真実も、もう立場も何もないからね、あれなんですけど、私何歳まで生きられますかって、こういう国なんですよ、今の、この我々の国はね。で、なんでこんなことになるかって言ったね、核兵器の被害、公式発表、さっき一番最初にお話しましたけど、原発と原爆は同じものって言うでしょ。だから原発の被害が明らかになったら、原爆が使えなくなる。で、GHQ はね、1945年の9月6日に何て言ってたかって、広島や長崎では原爆で死ぬべき者は死んでしまい、9月上旬において原爆放射能のために苦しんでいる者は皆無ってね、言ってるんですよ。これ1ヶ月後ですよ。で、23年後にね提出した国連原爆白書にもね、残留放射能により被害はなしと、生存被爆者は全て健康、これがね、アメリカ核兵器国のあれなんですよ。で、放射線のリスクアドバイザーなんて言ってるかって言ったらね、20歳以上の人のがんのリスクはゼロですと。将来あったらね、日頃の不摂生だと思われた。で、がんのリスクが上がるのは年間100ミリシーベルト以上である、それ未満であればリスクはゼロと考えておいて、飯舘村で言ってるんですよね。内部被曝無視してるから。で、 ICRP のリスクの考え方っていうのがあって、まあ、住民に被爆のリスクを受任せよと迫ると。それらの人々に被爆を強制した上にね、被害が現れると、ここから大事ですね、自分たちで過小評価しておいた放射線のリスク評価を用いて、科学的には因果関係が証明されていないから、その被害は原発の放射能が原因ではないと言って、被害を切り捨てる。これ1991年にね、これ放射線被爆の歴史で中川康夫という人が書かれてるんですけど、もうこの方亡くなられてるんです。もう全く同じでしょこれね。でもね、内部被爆っていうのは結局日本は原爆を受けてるので、いろんな証言の価値されてる方がいるんですね、いろいろ言われても。で、飛田俊太郎先生、これは保団連 の、 あの新聞にも載られましたけど、28歳被爆当時ね、橋爪文っていう人が、被爆当時14歳の頃で、裸足の弦の作者ね、被爆当時6歳だった、まあ、この方にもいっぱいいますけど、私この3人は気に入ってるので。入試被爆っていうのが、これ裸足の弦なんですけど、これ死んでるんです。この人はね、熊本から来た兵隊さんで、ピカの起きた時はいないんです。その後ね、駆り出されてきたら放射能を吸って死んじゃったんです、急にね。バカタレ、ここは死体を片付けるところじゃないと、片付けろって言ったらね、さっきまで生きてたから、びっくりして見ると、この軍医さんが言うんです、下痢をしたり血を吐いて寒がったりしなかったかって。これ赤痢の症状なんですけどね、原爆赤痢って言われて、うんうんって、これ見てください、山のように死んでるんですこれね。で、他の原爆資料にも、みんな後で入ってきたのに死んだっていう人がいっぱいいるんですよ。この人たち被爆してないんだから、日本のあれではね。黒い雨の話はチラチラ出てますけどで、あと原爆ブラブラ病っていうのがあって、非常にだるい、仕事ができない、家事ができないっていうのがブラブラ病だと。で、東北の精神科医の先生がね、ツイッターされてるんで、ちょっとお友達っていうかあれなんですけど、患者は本日受診したが、不眠、食欲低下、強い倦怠感、気力、集中力の低下を訴えており、特に原因と思い当たる出来事もないと。精神科的には鬱状態、似てますよね、ブラブラ病とね、が出てる。で、原爆症はほとんど全ての全身病なんです。いろんな症状が出るんです。被爆後8年です、これね。被爆者に合うんって言って、白血病が増えたと同時に全身病だっていうことをして、こう原が自分もなるんじゃないかと、もう焦ってるんですね、これは。で、 ABCC っていうのがあって、 ABCC っていうのはこうやってこう遺体をこう集めてる、これ集めてる人なんですけどね。で、被爆の赤ちゃんを研究利用1200人して、異常はないって結論付けちゃった。で、こういう
理化学研究所の、ね、安全管理部の宮川誠さんっていうんですかね、放射線を正しく理解させるためにって、統計的な差はね認められてないって言って、被爆した人の危険率、ちょっと数字覚えてもらいたいんですけど 0.92% なんですね。で、遺伝的影響、ハエ等の動物実験では発生が確認されていますが、人では発生事例は確認されてません。ハエで出てね、人では出ないから出ないって言ってるんですよ、この人ね。じゃあどうかって、広島の胎児危険をね見るとね、見てください、ここね、一つ目小僧も生まれて、これ長崎なんかもこう人の形をしてないんですよ、昭和26年ね。でこれ世界は恐怖する死の灰の正体から見たんですけど、これはあのネットでね無料で今見れるようになってる、1957年の映画なんですけど、非常に示唆的なのでぜひ見ていただきたい。で ABCC にいた医師の証言ということで 22.3% の危険があったと言ってるんですよね。さっき 1% 来てたのがね、嘘つきなんだよこれ。あと原爆消灯症の話、子供が出てきて、原爆消灯時のドキュメンタリーっていうのが中国 毎年ね中国地方では放映されるみたいなんですけど、原爆消灯時の話ご存知の方おられますか、ね、おられないでしょ。原爆消灯時っていうのは体内にいる時に被爆した人が子供あの頭が小さくなって生まれてくる子なんですよ。でいっぱいいるんです、ここで二十何人来てるんですけど。で本にはなってるけど、ドキュメンタリーって絶対全国放送されないから、多分ねここにおられる方はそれなりに意識がある方だと思うんですけど、原爆消灯時のこと誰もご存じないとか、そういう状況、これはね被爆なんですよ明らかにね、どう見たって。でチェルノブイリではこうやって奇形の子がねいっぱい生まれてる。で生まれてたのにね、これ産業医科大なんですけど、あれはね全部ねストレスで中絶が増えたと、日本でこんなことが起きないように祈りますみたいなことを、ね、平気で言ってるんです、犯罪です。で瓦礫の受け入れね、東京都知事黙れって言えばいいんですよ、そんなの誰がどうするの、力のあるところ手伝うのしょうがないじゃないですか。で放射能の知見はないってね、環境省がねもう公言してるんですこれね、俺は知らんと、知らんけど大丈夫って言ってる。で北九州で今度の9月から燃やそうとしてますけど、市完全基準は完全に安全ってね、九大の出光和也っていうのは言ってるんですけど、これね工学部の教授なんですよ。工学部の教授がね放射能を燃やしてどうして完全に安全って言えますでね、もう多いんですけど、この人の経歴見るとね、42歳まで動力炉核燃料炉事業団に勤務してる、専門は放射性廃棄物で核燃料、プルト君なんですよこの裏はね、旧大の教授じゃないんですよでセシウムの飛散状況を日本原子力研究開発機構がシミュレーションしてるんですけど、ちなみに言うとですね、この黄色いエリアが大体核兵器の最盛期に降った塵の量なんです。10倍100倍石巻ここだからね、そういう塵を持ってきてね燃やそうとしてるんです北九州でね。これ燃やされたらねもう明らかにね放射線被曝の状況、放射能被曝の内部被曝のあれが出てきますよ確実にね。で福島第一はここなんですけど、で福島第一原発をね博多に持ってくるとどのくらいかって言ったらね、天神からね九大病院からここは何ですかね、博多駅ここね、ここは九大病院、ものすごく広いでしょ、私は分からないんだけど福岡にあれじゃないか、だから福岡赤十字病院がこの辺だったと思うんですけど、大体ね九大病院から福岡赤十字病院がすっぽり入るぐらい広いんですよ。でチェルノブイリ専門家のバンダチェフスキーは何て言ってるかって言ったら、このような形で情報を隠し続ければ数十年後には日本人という国民が本当にわずかになってしまう、ベラルーシの人口はねもうマイナスになってね全然増えなくなっちゃって、でこれはかなりねチェルノブイリ一生懸命やってそうですからね、日本なんか瓦礫ばらまいて内部被曝で食べて応援なんだからね、もうあっという間ですこれね。除染はできないんですよ。なぜできないかって言ったらね、例えばチェルノブイリの強制移住区域148万ベクレルパー平米のところはどのくらいの汚染かって言うと、まあアルカリ金属なんで塩でやるとね、塩一粒を水に溶かして約30粒なんです。このぐらいですかね、塩一粒30粒この辺に全部部屋に全部撒いて、じゃあ塩を取ってくれっていうのが除染なんですよ。できないでしょ、塩一粒だからね、塩一粒ペンってやって結晶になってても取れないですよね、それ水に溶かして取れるはずがないんです。それできるって言ってるんです。で再稼働の問題ね、限界のね、これは、ね、衛星写真なんですけど 1,2,3,4 なんですよね、福島に比べて見てください、ひどいでしょ。もしここでね
事故が起きたらね、こっちアクセスできないですよ絶対ね。ここで何かあったらもうここ爆発ですよ確実ね。こういうところにで限界で事故が起きたらね、もう全部終わりです九州ね、当然ね。で事故がどんなにね安全装置をつけても事故が起きるっていうのが福島の教訓だと私は思うんですよ。で車とどうのこうのって言うんですけど、電力会社どうせ賠償できないんだからね、実質無保険でね運転するのと一緒なんだ。ただ自動車無保険でね運転してね、俺は絶対事故起こさんって言いながら酒飲みながら運転してるのと一緒なんです。私にしたらね、面倒見るのは親なんですよ、親いないんだからね。だから事故の場合のね保証額賠償法を明示してるって言わないといけない。安全議論行ったらね、私安全グループにいたから話はそらせるんですよ簡単にね、素人がいくら言ってきても。で裁判にしたらね、裁判官なんか大体お金もらってるんだから、裁判官の最高裁検事のうちの一人はね東芝に天下りしてるのがあるんですよ。じゃあどうすればいいのかっていうとね、まあここは卑近な話なんですけど、雨には濡れないでください。もう降ってますからね、日本でも降ってます、もちろん熊本でも降ってると思う。でもしお子さんが小さい方がいたら、今年のね夏休みプールの授業の後に子供がえらく疲れたりなかったかをちょっと気にしてほしいんですよね。それなぜかっていったらプール雨水が入りますからね、濃縮してきます、だんだんね。いや黙っていてはいけないんです、ね、政府が内部留学無視してるからね、ぜひ抗議士とか特に医師会の先生であれば発言力はあると思いますので、ぜひねやってほしい。再稼働は絶対ダメですよね。で絶対に諦めたらいけないんです。諦めた時点でねどんどんやってきますからね。で味方を増やす、でイナゴのように、これイナゴのようにっていうのはイナゴの大軍が押し寄せると、あれ司令といないでしょ。だからねどんな軍隊が持ってきてもねもうなすがままになる。だから誰かのね旗振りの後についてやるのは絶対してやられるので、自分の考えで動いてくださいって、これは一般向きの方ですよね。でこれだけの人が集まってるんですね、反原発でね。で私の情報発信なんですけど、ブログはほぼ毎日、あらこれちょっと古いです約ね今550万アクセスぐらいですね。ツイッターされてる方どのくらいおられるか、2万8000人ぐらいで、政府 NHK マスコミの報道は一番当てにならないんですけど、特に大事なのはね第一報を最重要視してほしい。第一報で例えばメルトダウンが起きたって言ってみんながえっと驚くようなものが出ると、いや実は起きてませんでしたって話変えるんです。原子力報道はね、原子力報道は一番最初に一番最悪のことが起きて、後で間違ってましたって言った後に1年ぐらいほとぼりが冷めた時にやっぱりあれが本当でしたって出るのが原子力報道なんです。だから第一報でとんでもない情報が出たらそれは本当なんじゃないかと思わないといけない。その後にね安心させる報道が出てきたってね、それは嘘なんだよ本当ね。で本物の情報は矛盾がないんです。で一生懸命安全だって言ってるね、例えば東大の中川圭一っていうのがいますけど、もう言ってることが鼻から矛盾してくるんです。1年前のビデオ見たらねお前そんなこと言ってただろうっていうのがいっぱいあるんですよ。だからそういうのにね騙されないです。あと、まあ、DVD も1枚500円で本当は販売するつもりなかったんですけど、結構視聴量DVD じゃなくてですね、私のホームページのアドレスが新聞記事が地図の裏についてますので、アドレスが書いてありますので、そこから行くとですね YouTube で今までの講演会のやつは一応全部見れるように無料でですねしてますので、ぜひ見ていただきたいと。でまとめですね、福島の原発は止められないと、放射能汚染も継続すると。で汚染された瓦礫放射能を含んだ商品に何ら規制がかけられていないと。この内部爆はね食べて応援でどんどん拡散して瓦礫燃やしてね、みんなで1億総被爆ですからね。熊本どころか世界中です、ね、アメリカの西海岸だってそう、ヨーロッパだってそうなんです。で全生命の問題なんですね。だから自分だけ部外者でね黙っていればいい、私だって本当はあんまり目立つの嫌いなので黙って片田舎でやっていていいんですけど、でもそうすると自分にもかかってくるんですよね、瓦礫とかね食品でね。だから声を上げてます。で子供のためにできることをぜひやってほしい。はい、どうもご清聴ありがとうございます